んで人生がちょびっと良くなる動画。ああ楽しかった。今日も先輩にごっちゃになっちゃったな。そうだそうだ、お礼の連絡、まあ明日でいっか。明日丁寧に文考えて送ろう。相手への気持ちを示すときに大切なのは鮮度だ。え？気持ちを届けようと思い立ったとき、すぐに伝えることで、そのときの新鮮な気持ちが相手に届けられるような気がしねえか。そうですね。でも時間をかけた方がいい文が書けると思うんですけど。そうだな。だが、一旦書き終えたものを後で読み返したり、考え直したりして時間をかけると、体裁は整っても、形だけの言葉になってしまいがちだ。とは言っても自分も内容によくこだわっていた。特にお土産なんかは、中身を意識して結局渡せなかったこともあったが、品物が何であれ、相手が旅行先で自分のことを考えながら買ってくれるだけでも嬉しいものだと思う。だから自分は、その時の気持ちをそのまま相手に届けようとする。鮮度が肝心なのでは、と、自分自身に言い聞かせている。気持ちの賞味期限を意識してみてくれ。あなたは。